アクロティリ及び,びデケリア、イギリス主権基地領域、アクロティリ及びデケリア、イギリス主権基地領域、アクロティリ及びデケリアは、イギリスの海外領土を構成し、イギリスの統治権が及ぶ、キプロス島にある地域。キプロスの地位が、イギリス帝国の植民地から、イギリス連邦内の独立した、共和制国家に移行した際、基地については引き続き、イギリスが保持することとされた。 これは、キプロスが地中海において、戦略上の拠点に位置していたためである。基地は二つの地域に分かれており、一方は、アクロキリ、キ、ド、デ、エピスコピチュートン地と共に、西部主権基地領域とされており、もう一方は、デケリア、キ、ド、デ、と共に、東部主権基地領域とされている。主権基地領域は1960年8月16日に、 中立非ロンドン協定によって当時イギリス帝国内の植民地だったキプロスが独立した際に創設された。イギリスは空軍のアクロティリ基地や陸軍駐屯地などのキプロス島内の軍事拠点を確保するためにアクロティリアでケリアに主権の及ぶ地域を残したいと考えていたのである。イギリスにとってこの地域の基地の重要性としてキプロスという地中海の東の端にあり、 スエズ運河や中東に近いという戦略的な位置にあることや軍用機が使える、飛行場としての空軍基地が使えること、総合的な訓練を目的に使えることが挙げられる。1974年、トルコがキプロス島北部に侵攻し、国際的には認証されていない北、キプロストルコ共和国を樹立させた。しかしこの事件では、イギリス軍基地の地位に影響がなく、 イギリスは戦闘に関与しなかった。トルコの侵攻から逃れたキプロスのギリシャ系住民にはデケリア基地の通過が認められ、また人道支援が行われた。その後トルコ軍は基地領域のそばまで侵攻したものの、イギリスとの戦争を避けるために進軍を停止した。ファマグスタ州南部はリゾートであるアヤナパで有名であるがギリシャ系住民の領域として守られた。 ファマグスタ氏はトルコに占領されたものの、中南部のアヤナパ、パラリムニア1974年まで小さな村だった、地域はリゾートとして観光業が目覚ましく発展した。2015年、イギリス空軍はアクロティリ基地からトーネード攻撃機を発進させ、シリア領内のアイスセルに対して空爆作戦を開始した。キプロスは民間の発展のために使われるはずの多くの領土を、 基地が占有しているとしてて、ていいるる。とアアクロディリトケリデの返還を、幾度か求めている1960年のキプロス独立から4年間、イギリス政府はキプロスを財政的に支援していた。ところが1963年から1964年の民族間紛争後、援助金から発生する利益をギリシャ系、トルコ系が共に平等に受けられる保障がないとして、これらの支援は停止されたものの、 キプロス政府は1964年以降現在に至るまで負担金を要求している。ただしこの要求の有効性に対して国際法上の検証はこれまでなされていない。なお要求されている負担金を債務として概算するとその額は数十万から十億ユーロと幅は大きい。2001年7月。 世界規模でのイギリス軍の通信網の強化の一環として実施される基地内でのラジオ島建設計画に地元住民が反発し、基地での暴力を伴う抗議活動が行われた。住民側はラジオ島により地域の生活が脅かされ、自然環境への悪影響や住民のがん発生を引き起こすと主張したが、イギリス政府は住民側の要求を拒否した。 キプロス紛争解決のための国際連合のでは117平方キロメートルの農地を引き渡すこととされていたが、イギリスは基地撤収の意思をこれまで示したことはない。現在では、イギリス軍キプロス中流部隊およそ3000人がアクロデリとデケリアに滞在している。また、東部主権基地領域のアイオスニコラオスには、通信防受ネットワークであるエシュロンが存在していると言われている。 主権基地領域は1960年にイギリス主権下の軍事基地として残ったが、その地位は植民地とされていない。これは1960年の条約付属書において女王の政府により宣言された統治の基本理念であり、その規定の中でイギリス政府に対して一家に挙げる点が定められている。基地内では独自の法体系があり、これらは イギリスやキプロスとは切り離されているが、これは1960年8月時点での植民地時代のキプロスで施行されていた法令に対して必要な範囲で修正がなさたものである。アクロティリト・デ・ケリアの法令は可能な限りキプロスの法令と同等のものとされている。主権基地領域裁判所は、アクロティリト・デ・ケリアのすべての個人が関わる非軍事的犯罪を管轄し、 また治安は主権基地領域警察が担当する。その一方で、軍事関連法はキープロス共同警察局が担当する。イギリス国防省によると、主権基地領域は軍事基地としての役割が求められており、そのため通常の属量とは異なっているため、その行政庁はロンドンの国防省に対して報告することとされている。行政庁は政策関連で、 外務英連邦省や中二コシや高等弁務官と非公式ながら緊密な連携をとっているが、それは正式なものではないとしている。基地は主権基地領域行政官により統治されている。行政官はの司令官が当たり、2017年現在はが務めている。行政官は国防省の助言を受けてイギリス国王が任命する。また行政官は、 海外領土の統治者として執行権と立法権を持つ。また、民政の日常業務については、行政官のもとに主席事務官が任命される。イギリスの市民は、イギリスの軍人あるいは、海外領土の有権者として、イギリスの選挙での投票権を有しているが、基地内では選挙は実施されない。アクロティリトデケリアは、キプロス島の面積の3%に当たる254。 軽平方メートルを占めており、それぞれアクロティリは123ケ平方メートル、デケリアは131キロ平方メートルである。そのうち60%が民間の所有でイギリス人、またはキプロス人のものであるが、残りの40%はイギリス国防省のもので横領に分類されている。アクロティリとデケリアに加えて中立ロンドン協定では、 イギリス政府によるキプロス島内の特定の施設の継続使用が定められている。アクロティリはキプロス島の南、リマソール、レメソスの近くに位置している。デケリアは島の南東、ラルナカの近くに位置している。両地域には基地のほか、農地や居住区域がある。アクロティリは周囲をキプロス共和国の統治領域に囲まれているが、デケリアは 国際連合の干渉地帯や北、キプロストルコ共和国の統治領域に設定いる。アヤナパはデケリアの東側にある。クシロキンブやオルミディアといった村はキプロス統治下にあるがデケリア主権基地領域内の飛び地として所在している。デケリア発電所はイギリス統治下の道路で二つに分け隔てられているが、やはりキプロスに属している。 発電所の北側周囲を完全にイギリス統治下の領土に囲まれているが、南側は海のそばに立地しており、その海はキプロスの領海となってはいないが、完全な飛び地とはなっていない。人口は2011年、基地領域が設定された際、人口重心を避けるように境界線が引かれた。ところが基地内にはおよそ1万4千人が居住しており、 およそ7000人は地元のキプロス人で基地に勤務していたり、あるいは基地領域内の農場で働いている。残りのおよそ7000人はイギリスの軍関係者やその家族である。基地領域内では一部の居住者にはを主張することができるものの、ほとんどの場合では特別な公民権が定められていない。他のイギリスの海外領域とは異なり。 もっぱら主権基地領域に関連したイギリス海外領土市民は完全なイギリス市民権が与えられていないのである。中非ロンドン協定のもとでイギリスは基地領域について民間の目的で使用しないことが定められていた。これは主権基地領域がの対象から除外された主な理由となっている。アクロティリとデケリアについてまとめられた経済統計は存在しない。 領域内での主な経済活動は軍関係に対するサービスと若干の農業だけとなっている。2008年にキプロスが通貨をユーロに切り替えるのに合わせてアクロティリとデケリアデモユーロが導入された。アクロティリ側の 21km は2003年3月ラムサール条約登録地となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。